皆さんこんにちは。キャリル KTF の澤村です。今回皆様にご紹介したいのはですね、このベイトタックルで使われているベアリング、これまで釣り具で使われたことのないダブルボールベアリングというシステムを今回初めてリリースすることになりました。実際どういうものかっていうのはちょっとご覧いただきたいと思います。外周のベアリングと内周のベアリング、それぞれ違うもの、独立したものが2つ使われています。これがどういうふうに作用するかというと、回転するときにそれぞれがそれぞれの回転を補うゆえに、回転抵抗が今までよりも低減する。ですから飛躍的に回転が向上していくわけですね。今までのベアリング1個のものよりも2個のベアリングの方がより軽い力でもってスムーズに動いてくれるっていうのが最大の特徴で、ベイトリールで実際に投げた時に、そのピッチングでのその低弾道でシューッと飛んでいく時のイメージだったり、飛距離もシューッと投げた時にもベアリングでこれだけ変わるのかっていうのがこう体感できるぐらい変わるんですね。実のところ、2つのベアリングがお互いの回転をこう補うっていうことから、もう一つ大きなメリットが、今まで1回転していたそのベアリングの回転数が2つになることによって、それぞれが半分とは言いません、その外周内周があるので、いずれにしても回転数が軽減するんですね。その回転数が軽減することによって耐久性も上がっていくっていうのがこのベアリングの特徴だと思います。そして今まではこうベイトフィネス、フィネススタイルのスプールに関してはマイクロボールベアリングだったり小径のベアリングを使って回転抵抗を減らすというのが一つのスタイルだったんですけれども、ことこれに関してはですね、もちろん回転抵抗は軽減してベイトフィネスで軽いものをシュッスパッと投げるにも向いてるんですけれども、耐久性が向上したということでもって、まあビッグベイトからベイトフィネスまでいろんなタイプのリールにバーサタイルに対応できるっていうのがこのダブルボールベアリングのもう一つの特徴だと思います。そしてもう一点はですね、回転抵抗が少ないことによってフリーフォール性ですね、こう勝手にこうリールから糸がルアーに引かれて落ちていく時のスピードなんかも、まあ、より軽いスプールを使ってあげるとイメージがしやすいと思うんですけども、スーッと落としていく時の橋脚にまっすぐ落としたい、そういう時のフリーフォール性がよりよく回ってくれるので、まっすぐに落としやすいっていうのもあります。ではその回転の抵抗が非常に少なくなるということで、まあ、どこまで変わるのかっていうのをちょっとイメージとして皆さんにご紹介したいのが、これ同じリールですけども、ステージの CT ですね、これに KTF のフィネススプールが入ってます。でこちらの真ん中に黒い線が引かれている方が純正のベアリングを入れてあります。で僕の左手に持っている皆さんにとって右側に見える方かな、これがダブルボールベアリングを入れているもの、この回転の比較をちょっとご覧いただきたいと思います。さあ、じゃあ回転の対比です。まずはノーマルベアリングからですね、お見せしていきましょう。スプールベアリング、パーミングカップはともにノーマル、ブレーキがゼロ設定です。わかるかな、対してダブルボールベアリングです。ブレーキもゼロ。
今そのスプールに対してベアリングがどのぐらいの効果を発揮するかっていうその差をちょっとご覧いただいたんですけども、これは実際にそのピッチングとかで軽いものを投げた時にどのぐらいの差があるのかっていうのをちょっとまた実験してますんで、これも対比としてご覧いただきたいと思います。この今ピッチングで対比をしているところをご覧いただいているんですけども、ルアーがこう飛んでいく弾道のイメージですね。ダブルボールベアリングの方が低い弾道のままスーッと伸びていくのに対して、ノーマルベアリングというのはやっぱりこう回転抵抗が多いがゆえに、こう中盤から収束にかけてこうちょっと浮いていくイメージがなんとなくご覧いただけると思いますが、これはね映像では伝わりにくいんですが、これ投げるといやこんなに違うのかっていうぐらい皆さんにはきっと体感いただけることだと思います。このダブルボールベアリングなんですけども、セラミックで構成されています。セラミックボールベアリングというのはやはり、球がボールが伸延度が非常に高くハイクオリティな製品が作れるというのが特徴で、軽い力でより回ってくれるというのがこのセラミックボールベアリングの特徴になります。次にメンテナンスですとか、最初に皆さんがダブルボールベアリングを手にした時にちょっとこれはやってほしいなっていうオイルチューンがあります。粘度が違うオイルを2つ僕のところで用意してますけれども、いわゆる低粘度のスーパーフィネスルーブですね、もう1つが中粘度のハイレブルーブ、これをそれぞれに違う箇所に注意をしていただきたいんですね。ダブルボールベアリングの場合には内側の小さい小径のものの方がどうしても回りたがるんです。でそこに中粘度のハイレブルーブを、まあ、1、2滴、もう先っちょが細いですからちょっと入れていただいて、外周の方にこのスーパーフィネスルーブを注意していただきたい。これによってバランスよく耐久性も向上しながら最もパフォーマンスを発揮しやすいセッティングだと思っていただいて結構です。適合機種ですね、1033、1133という2種類のサイズが今回リリースとなります。その2つのボールベアリングを組み合わせるということで、実際にこうアッセンブリできるサイズというものに限りがあるんですね。あまりにも小径のものにはダブルボールベアリングはこう採用できないので、この2種類、外径が10ミリと11ミリ、スプールの中心軸ですね、スプールシャフト、これが内径3ミリです。対応できる、まあ、リールには限りがあるんですけども、この辺の詳しいところはですね、キャリーのホームページの中でちょっとご覧いただきたいんですけども、例えば、このようにスティーズのような内径が3ミリのスプールに関しては大体こう適応するんですけども、シマノの例えば20年のメタニウム、20メタなんかはスプールベアリングが内径が5ミリですね。その場合にはパーミングカップしかこう挿入できないっていう残念なことになってしまうんですけど、そこは片方だけでも変えてあげることでもってパフォーマンスは間違いなく上がるので、まあぜひ投入していただきたいなと思いますね。まあこのダブルボールベアリングのシステムにこうふと気がついた時に、もう半年ぐらい前ですかね、まあ実際にそのリールに入れて投げてみて、まあ目から鱗でした。こんなにも違うのかってぐらい変わった。もうベアリングでそこまで体感できるって、ね、今まで変わるかな、いやまあ確かに違うなぐらいだったんですが、これはほとんどの方がうわ違うわっていうことに気がついていただけるぐらい体感として変わるものだと思っていただいていいと思います。そのぐらいリールのそのパフォーマンスですね、底力がぐっと上がるので、ぜひこれは投入して今年の、ね、これからのシーズンインに向けて一つリールのレベルを上げてより良い兆候をもたらしてくれると思いますので、ぜひ皆さんのリールにもインストールして使ってみていただければ嬉しいなと思います。